ヒットが出ませんでした。インコース詰まりながらライトの前は突っ込んできて万波ワンアウト。早めの仕掛けでしたが阿部ヒットにはなりませんでした。そう、はい、強い打球はライナー、しっかり捉えましたよね今ね。今左右どちらかに少しでもずれてると、まあまあ、当然ヒットの当たりなんですが、まあ、正面です、ね、逆を取られて牽制キャッチアウト、戻れませんでした磯丸が。これでスリーアウトです。左方向切れていく打球でジャーッ、抑えた岡島、今切れていく打球でしたが狭いハイグラウンド、今しっかりあのフェンスを蹴って、はい、高さん、そうですね、補給しましたね、はい、まあ、どうかなというよりはしっかり距離を、まあ、測れて初球打ち浅めに来てましたが頭上はどうだ、向こう向き追いついた、ここも勝てば取りましたね。大体選手として上がってきましたが逆方向へ、もううまく下がった源田、一塁送球は間に合っています。源田この先は広いところが当たりましたが源田が少し後ずさりしながらうまく調節をして取って6球の3ゲッツーで終わっています。詰まりました、源田が取る、二塁へアウトにしています。一塁、一塁の荻野もアウトにした、俊足の2人をアウト、ダブルプレーです。源田二塁投げましたね、いやすごいダブルプレーですよ、3回の表ロッテ0点です。野崎シュート、ここでまたフォーク、ランナーちょっと飛び出しすぎていた、戻りきれない、佐藤龍生一塁ランナーアウトです。スリーアウト、4回の裏ライオンズ0点です。攻めの守備体系です。マリーンズ初球で強い打球、サード反応した安田、一塁へ安田の守備、痛烈な当たりでしたがこの回はまた安田といったところで最後止められています。しかしこの回ライオンズは内容が2点、勝ち越しには成功はしています。しかし6月まで苦労していましたが右中間伸びて、ここは和田がまたナイスキャッチだ、和田が追いつきました、素晴らしいですね、小木の打っていくかショート正面、源田この先一塁、またダブルプレーを取った、この大ピンチまた源田この先にダブルプレーを取ってきました。やっぱり源田の守備がいいですよね、取ってからの送球がいいですよね。7回の裏ファーストピッチャーベースカバー、一塁は際どいタイミングアウトになりました。ベースカバースチュワート入っています。茶野はファーストゴロ、ワンアウトランナーありません。いい当たりだ、レフトの頭上伸びていって近藤がボールを取る、ランナーはそのまま、しっかり捉えたんですが近藤がよく取りました。今カーブでしたね、はい、かなと思いますけど、ピッチャーゴロ1-6-3と渡ってゲッツー、3-1打っていく、ファーストライナーダイレクト取ってランナー戻れません。捉えた打球ではあったんですがツーアウト、ここは中村晃ファインプレー、飛び込んでボールを取っています。強い打球、いい反応でした。
たんで、はいはい、打って一二塁間ですが、今取って一塁に送る、一塁はこれは送球がそれてベースから飛んで離れました。記録はヒット。次もよく追いついたんですが、ワンアウトランナー二塁一塁。ここよく追いついたんそうでしたね。初球打ってサード胸飛び込んで取る、一塁送球、一塁は間に合いません。よく止めたんですが、柳田内野安打。これよく取って起き上がっての送球なんですが、ここ